からはですね、2日目、前日飲みすぎた影響もありますが、イルカやクジラのウォッチングクルーズに出発したいと思います。今回乗船したのはこちら、ゴジラ岩観光さんのカムイワッカ号。ゴジラ岩観光さんはウトロにもありますね。その他のおすすめとしては、知床ネイチャークルーズがおすすめです。名物船長の長谷川さんが面白いと評判のようです。さあ、イルカやクジラに出会うことはできるんでしょうか。いざ羅臼港を出発です。監視員の方が早速イルカを発見したようです。見えますでしょうか、奥に上がっている水しぶき。どうやらヨシイルカという種類のようです。体長2メートルほどで、好奇心旺盛なのか船に近寄ってくる習性もあるそうです。イルカがこうゆらりゆらり右へ左へと観光船と遊んでいるように泳ぐんですよ。さあ、試しに船の上で GPS を起動してみました。見えますか、あの位置にいます。向こうに見えるのは羅臼ですね。この辺が、ちょうど日本とロシアの境界線、この辺りでちょっと一旦速度緩めてクジラを探してるんですけど、なかなか見つからないと。これちょっと顔に見えませんか。さあ、そしてクジラらしきものがいたという情報が入ったようです。その他の観光船もこぞってクジラに向かって照準を合わせています。クジラは背中から潮を吹くのが特徴らしく、監視員の方によると体長は12-13メートル、地球上には3万頭ほどしか生息のないツチクジラという種類だそうです。ということで全力で追っています。と、残念ながらですね、この日はちょっと警戒心が強かったらしく潜ってしまいました。運が良ければ間近で見ることができるそうです。そしてこちらは羅臼の小高い丘に位置する公園。ここからもクジラを捉えることができます。今日は割と当たりっていうか、そうですね、近くで多分出てくれたツチクジラとかが見えた。どの位置からどの種類のクジラが出たのか、こういった研究をしている海洋研究生の方がいらっしゃいました。お話を伺うと、ここ数日間クジラは出ていなかったようなので、今日クルーズに出られた方はとてもラッキーだったねと言っていただけました。さてさて、ところ変わって羅臼ビジターセンターというところです。こちらでは海以外にも羅臼の自然についてもっといろいろと学ぶことができます。羅臼の自然にアタックする方の情報収集や準備の場所という意味合いも強いですね。
高 1600m の羅臼岳。そしてこちらは羅臼湖周辺。その他にもいろいろな羅臼の自然動物が剥製で展示されています。ということで、実は羅臼沖にはですね、新種が今でも続々発見されているんですよね。こちらこんにゃく魚系の新種がつい最近も続々と発見されています。そしてこの大王キジンエビという謎のエビ、実はこのエビ、羅臼の人は昔から食べていたそうですね。ふるさと納税のホームページを見るともらえるようです。さあどんな味がするんですかね、気になりますが。で、裏には間欠泉があります。そしてもう一つ、羅臼の大自然といえば知床岬。岬方面のトレッキングなどに有益なのがこのルサフィールドハウスというところです。岬にアタックする際はこちらで装備を整えたり知識を補充したり、常駐している方のお話を聞くのが安全のために必要です。剥製がたくさんあって、主に知床岬方面に生息する動物のものになっています。2頭だ。さあ、アイヌ語でカパッチリカムイ、わしの神様に変装できるセットも置いてあります。さあ、旅といえば温泉、羅臼にはですね、かなりワイルドな。最高じゃない。え、熱すぎるわ。押すなよ、押すなよ。ニンニクとの結構ガンガン一緒に使いました。